はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュア紹介していきます。今回ご紹介するのはこちら、はい、呪術廻戦、それのね、ワーコレです。ワールドコレクタブルフィギュア、はい、こちらなんですけれども、ジャンプの、紙面に、応募者全員購入サービスっていうのがありまして、それに、応募すると、まあ、必ず、買えると、はい、まあ普通にね、お金を代引きだったかな、はい、それで送られてくるんですね、はい、それでデシキは手に入らないやつです。これは、はい、普通にゲームセンターでは置いてないですね、はい、両面スクナと、五条悟の、はい、フィギュアになりますね、はい、こちらをね開封して、ご紹介していきたいと思います。はい、では早速袋の方ですね、はい、こんな感じです、はい、まず両面スクナね、はい、まあ、支柱に台座に本体だ、はい、で、五条悟の方も同じですね、支柱に台座に本体、はい、ということで、ではね組み立てちゃってみたいと思います。はい、組み立て終わりました。ではね、最初に両面スクナから、いきたいと思います。こちら、いや、これできいいな、これな、うん、いや、この出来すごくいいですね、ほんとね。このプリントなんですけれどもね、うん、しっかり再現されてて、めっちゃ出来いいわ、これ、うん、この髪の毛のね、このツン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 とした造形とかね、いや、いい、これ、うん、造形としても完璧だな、いや、これいい、ほんといいしか言ってねえけどさ、これはね、素晴らしい、満足ですね、はい、続いて、私の推しの五条悟です。はい、こちら、はい、こちらはね、マスクなしバージョンとなりますね。ちょうどマスクを外しているところですね、で、いつもの指のポーズ、はい、いや、これも出来いいね、うん、この青い瞳がね、ちゃんと再現されてるんですよ、この綺麗な青い瞳が、 青一色じゃなくてちょっと白いのもこうね散りばめられているのがちょっとカメラでは伝わりづらいですが、ちゃんと入ってますね、いや、これまたいいね、かっこいいわ、こうね、するってね、マスクが外れる感じのこの躍動感もありますね、いや、これは素晴らしいね、久しぶりにワーコレを手にしましたけど、やっぱ悪くないな、いや、これは満足ですね、ファンからしたら十分満足いく出来じゃないですかね、いや、これはいい、はい、ということでね、まあ、今回はこの、2つだけなんですけれどもね、紹介したのは、はい、まあ、短いですがね、今日はこれにて終わりたいと思います。
ぜひね、チャンネル登録してない人はチャンネル登録お願いします。またね、見ていただいた方はぜひ高評価お願いいたします。では最後はね、いつものように回転台座にて、お別れしたいと思います。最後までね、ご視聴いただければなと思います。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。